皆さん、英語で同意を表すときによく使われる Me too と You too、 正しく使い分けられていますでしょうか。英語を学ぶ過程でよく間違えるこの2つの英語表現、全く違う意味を持っています。英会話の内容によってはどっちを使うべきかあまり自信のない人が多いです。そこで今日の動画を見れば、いつどちらの英語表現を使うべきか明確に理解ができて、もう一生 Me too と You too の使い方に悩まずに自信を持って英会話で使っていくことができます。Hi everyone, it's Naomi. 皆さんこんにちは、ナオミです。まずは You too から始めましょう。この表現を使うシチュエーションは、誰かが自分にかけてくれた声とか言葉をそのまま言ってくれた相手に返すとき、願うときに使います。例えば簡単な例を挙げると、誰かが Have a great day、 良い一日をと言ってくれた場合は You too、 あなたもね、と同じ言葉を相手にかけることを意図していますよね。次の例文は簡単だけど間違える人が多いです。 It's nice to meet you と言われた場合、あなたに会えて嬉しいですと言われて、あ、私もですというつもりで Me too とつい言ってしまう人が多いです。でも正しいのは You too。 Me too の方はこの後に詳しく使い方をお話ししますが、この状況で言ってしまうと、相手が言っているまさにそのことに同意をするので、 Nice to meet you、 あなたに会えてよかったですという言葉に対して、Me too は私も私に会えてよかったですと言っている意味となってしまいます。逆に You too は相手が言っていることを相手にそのまま返したいときに使うので、私もあなたに会えてよかったですという意味となります。では次に Me too についてお話をします。皆さんは多分 Me too の方が馴染みが深いのではないでしょうか。とにかく私もと言いたいときに Me too は非常に使いやすいですよね。でも先にお話をした You too を使うべき会話内でも Me too を使ってしまう人が多いので、もう一度しっかりと使える状況の確認をしておきましょう。Me too は相手の言ったことと全く同じことを自分が思っているときに使用します。例えば I love watching Netflix と誰かが言ったことに対して、自分も Netflix を見るのが好きならば Me too。 I love just doing nothing at home on weekend、 週末は家で何もしないのが好きだなと誰かが言ったことに対して同感なら Me too、 私も。そして I'm so excited about our upcoming long weekend、今度の連休すごく楽しみだよと誰かが言ってて、まさにその通りだなと思った時は Me too などのように素直に私もという時に使いますよね。ここからはどちらを使うかエクササイズをしていきましょう。しっかりと身につけるためには本当に重要なので、ぜひ最後まで見てください。そして今後別の動画にて Me too、 私も以外に同意を表せる表現を他にたくさんご紹介をしようと思うので、ぜひそちらもお見逃しなく。それではエクササイズの前にもう一度 You too と Me too の使用方法をまとめると、両方の表現は同意を表すことは同じだけれども、会話の内容によって使い分ける必要があって、 You too は相手があなたに言っていることに対してその言葉をそのまま相手に返したい、伝えたいときに使う。 Me too は共感する思いや考えとか経験とか出来事に対して同感をする気持ちを表す場合に使います。ではエクササイズ、まず1つ目、いきなり難しめのやつからいきましょう。例えば同僚に I hope you get the raise you have been wanting、 I hope you get the raise you've been wanting と言われたら、この意味は君が望んでいるように給料が上がればいいね。パフォーマンスレビューの前など昇給のタイミングなどで、この言葉を普段からお給料が上がればいいなと話していた同僚に言われたとしましょう。この場合の答えとしては You too または Me too、 どちらが適切でしょうか。ちょっと考えてみましょう。実はこの答えは自分が感じることとか相手の事情によってはどちらにもなりうるのですが、正解としたいのは Me too です。説明しますね。 I hope you get the raise you have been wanting と同僚に言われて、あ、自分もそうなるといいなと思う場合は I hope I get the raise I have been wantingとも言われるので、同僚に対しての答えは Me too ですよね。でもどちらにもなりうるといった理由は、もしあなたがその言葉をかけてくれた同僚自身もお給料が上がることを望んでいるのだとしたら You too、 Thanks you too などのように、君も上がればいいねといったような言葉を返すことができます。次、一緒に会議でプレゼンをした人に Your presentation was impressive、 あなたのプレゼンは素晴らしかったと言われた時、返事は You too がいいでしょうか、 Me too がいいでしょうか。考えてみてください。この場合は自分で思っていても Me too と言って、私も私のプレゼン素晴らしかったとは言わないですよね。なので一緒にプレゼンをした人に対して
You too と言って、あなたのプレゼンも素晴らしかったよと相手にその言葉をそのまま返してあげるのが良いですよね。3つ目の例文は簡単。 Have a great Friday。 これは適切なのは You too でしょうか、 Me too でしょうか。ここで適切なのは You too、 あなたも同じように Have a great Friday と返すべきですよね。そして4つ目の例も簡単。 I love visiting Paris。 パリに行くの大好き。 You too と Me too どっちが入るでしょうか。自分もパリに行くのが好きな場合は、適切なのは Me too 私もになりますよね。ということで You too と Me too の違い、とっても似ているように見える2つですが、実際は大きな違いがあって、英会話でコミュニケーションを取る際にとっても重要なポイントとなります。 You too は感情や考えを相手にそのまま返すとき、Me too は経験とか思いを共有するときの同意を示す表現として使います。この動画で2つの表現についての疑問やモヤモヤが少しでも解決されたら嬉しいです。もっと英語知識をつけたいという方は、今画面をクリックして次の動画で会いましょう。 I will see you in the next video. Bye.